色は個人的にこれ大好きなんですよ。すごいやっぱ赤っていうのも好きなんですし、だからやっぱメタリックな感じに赤っていう、まあ、某アメリカのコミックの某キャラクターみたいな見た目はちょっと自分は個人的には好きですね。率直な印象としてすごい動きがスムーズで、なんでものすごくやっぱ使いやすいなと思って、結構ドラム始めたての方からやっぱプロで活躍してる方々まで幅広くやっぱ試していただいていいのかなっていうのはすごい印象としてあったんですけど、で結構やっぱ自分好みだったのがこのペダルの底面のボードなんですけど、これがやっぱごついんですよね。なんですごいやっぱ安定感があるんで、結構こう速いフレーズ、自分が使ってるのはツインペダルなんですけど、結構こうオルタネートで踏む時とか、あとシングルでババってダブルで踏む時とか、やっぱものすごくスムーズに動きを必要とされる時にこの安定した土台があるんで、やっぱものすごい安心感がありますね。でやっぱ加えてすごいいいなって思ったのが、まずここペダルのスプリングの調整の幅が広いんですよね。で幅が広い上にこの簡単に手で調整できるっていうのがやっぱすごい魅力だなと思いましたし、このシャフトの角度とかもものすごく調整の幅が広いんですよね。なのでやっぱこうなんて言うんだろう、重くしたい軽くしたい、あと動きをもっとこうグッとペダルが足に吸い付くセッティングの方がいいっていう人だとか、やっぱいろんなニーズの人に対応できるのかなっていうのはすごく思いましたね。でやっぱ自分が思ったやっぱすごいさっき目から鱗だったセッティングの変更なんですけど、ここのカムっていうんですかね、ペダルのカムの角度を簡単にこのチューニングキー一つで3段階に調整できるんですよね。でそこがやっぱり自分的にはすごく良くて、何もパーツを付け替えなくても大きく踏み心地を変えられるっていうのが、やっぱこれはすごい画期的だなって思いましたね。でよくドラマーの人が陥る現象というか、ペダル長く使ってるとビーターがこう踏んでてあっって飛んでいく時ってよくあると思うんですけど、従来のいろんなビーターというかペダルっていうのはもうシャフトに直接このネジをグッて押し当てて、なんていうんですかね、こうシャフトがあったらこれにこう押し当ててロックするっていう形だったんですよ。長年使ってるとやっぱどっちも摩耗してきてこれが抜けちゃうっていう現象が起きて、やっぱ従来のこう同じところにセッティングし続けられづらくなるっていうのがあると思うんですけど、これもペダルはこうクランプ式なんですよね。なんで、シンバルスタンドとかタムホルダーのようにあるシャフトをしっかりこうクランプでロックするっていう形なんで、やっぱ摩耗しにくいっていうのがやっぱすごい強みだなと思いますね。なんで一度使うとやっぱ長く幅広く使い続けられるのかなっていうのがやっぱ大きな印象としてありましたね。個人的にすごい気に入ったのがこのビーターなんですね。よいしょ、このシャフトもやっぱすごい重くて安定してますし、このビーターのこのプラスチックビーターなんですけど、思いのほか硬すぎないんですよね。でその硬すぎないがゆえに、もちろんプラスチックビーターなんでものすごくアタックは出るんですけど、アタック出つつそのバスドラの低音感っていうのが失われずに、なんだろうな、ロックでももちろん使いますし、速い曲タイトなことが必要な曲でも行きますし、なんならポップスにでもすごい使えるなって、個人的にもレコーディングで使ってみて結構エンジニアやアレンジャーの方から結構好評だったので、これはものすごくおすすめできますね。よいしょ。なんで、調整の幅も広くてものすごく安定してて、すごい動きもスムーズで、いろんな踏み心地を試してみたいなっていう方にもものすごくおすすめだと思いますね。